はい、今回はブライドルスマートマルチウォレットのご紹介いたします。こちらのお財布、いわゆるラウンドファスナー型の長財布なんですけれども、一般的なラウンドファスナーの形と比較すると少し横に長くなっているのと、高さがちょっと低くなってます。横長のフォルムなんですが、高さが低いのでちょっと掴みやすい、形になっています。では早速中を見ていきましょう。中はこんな感じになっています。手前からオープンタイプの小銭入れ、真ん中に蛇腹のカードポケット、一番奥が札口になっています。でまずこちらの小銭入れの部分ですね、今小銭20枚ほど入っていますが、マチもついているのでまだまだたくさん入ります。でオープンタイプなので素早く出し入れできます。でこの小銭入れ、実はですね、この外のファスナーとつながってまして、ここを開けても小銭を出すことができます。なのでコンビニとか、自販機でコインだけでお買い物するときなんかは、お財布全部開けなくてもここだけ開ければコインが素早く取り出せるようになってます。で、オープンタイプなので、こううっかり、中で小銭がこぼれちゃわないのっていう心配あるかもしれませんが、そこはですね、こぼれないような工夫がしてあります。このパーツなんですけれども、実はこのパーツちょっとよく見るとですね、真ん中が盛り上がってます。この盛り上がるアーチをつけることによって、中で隙間ができないようになりまして、中で小銭が他の部分にこぼれてしまわないようになっています。で続いて、蛇腹のカードポケットですね。これミックおなじみの形ですが、この蛇腹ポケットのいいところは、カードの剣面が見分けやすいのと、出し入れが非常にスムーズに行えることです。で収納効率もいいので、こういう狭いスペースでもたくさんカード入れていただけます。こちらのポケットを使って14枚今カードが入っています。で最後にお札口ですね。お札口にもマチがついてますので、たっぷり入れていただけます。今ちょうど10枚ほどお札入れてるんですが、まだまだたくさん入ります。で仕切りはないんですけれども、この後ろ側に背面にフリーポケットついてます。でフリーポケットには大きいレシートとか、あと蛇腹ポケットに入らない大型のカードとかをしまっていただけますので、整理もきちんとできる財布になってます。で今ご覧いただいているこちらがブラックになります。でその他にグリーンとワイン色、この3色の展開になっています。で、こちらのブライドルレザー、この白いのはローですね。革にローを塗り込んで、撥水力と耐久力を上げているんですが、このローをだんだん使うと落ちていきます。で、落ちていくとどんどん地の色が出てきまして、さらにちょっとしっとりしたツヤ感が生まれてきます。ちょっとグリーンで参考までにちょっとご覧いただくと、こんな感じですね。使い始めこうなんですけれども、だんだん落ちていって、まあ、ほぼ完全に落ちきるとこんな感じのグリーンがはっきり出てきます。はい、では今回はブライドルスマートマルチウォレットのご紹介をいたしました。商品のオンラインストアのページは説明欄にリンク貼っておりますので、そちらの方からご覧ください。